サンマバッ当然一方だ。これがオナ往年の格闘技世界一の攻撃。ダメージはあったかね。今私が仕掛けた攻撃でダメージはあったかと聞いているんだ。ない。君は今そうして立っているが、私は今の攻撃で立っているのがやっとだ。仕掛けた私の方がだ。わかるか、武器。君は今満足な攻撃もできないこんな老人を痛めつけようとしているんだ。猪狩さん、なんとばっか円錐切り。寝ぼけんなよ、おっさん。あんたそうやって決勝まで登るつもりかよ。ここはな、最強の格闘家を決める場所だぜ。これは厳しい。あのルーテーズが人を絶滅しうるとまで評した殺人技、フロントネックロックだ。しかもひなりまで加えている。ギブアップだ。君の勝ちだ。おっしゃー。なんだ、終わったのか。若いな。バキの隙をついて猪狩、金鉄攻撃、バキ立てない。誰も聞いちゃいねえんだよ、俺のギブアップなんてな。バーッサー、It's show time! Say! 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 だいぶ傾いてきやがった。秋の野郎、何もたついてやがる。あんなロートル相手によ。ロートル、あの猪狩がかね。ほら、本物の猪狩に合わせてやるぜ。猪狩、またしてもナックだろうだ。よっしゃ、バキ吹っ飛んだ。よっしゃ。なんだ、さっきのパンチとはまるで違うじゃねえか。そう、やろ、はったりかましてやがったのか。汚ねえぜ。今さら猪狩を標語の呼ばわりか。随分とまたのんびりした話。ここに来て猪狩、ようやく本領発揮か。ここで一つ大技かますか。膝向け。バキどうした、足元がふらついている。おう、柔らを使いよるか。うりゃ、うん、強烈ビグの口出しドラップキックだ。何やってんバキのやつ、あれじゃプロレスじゃねえか。どうだい坊や、楽しいだろプロレスは。誰がガラ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 、プロレスなんかやるかよ。ばっかりした。気楽なもんだぜ格闘家なんてよ。相手の技を防御したっていいんだからな、お前たちは。そこまで言うか、猪狩。レスラーにはそんな甘ったれたことは許されねえ。たとえ250キロの男が飛んできても、プロレスラーなら逃げちゃいけねえ時が。相手の技は全て受け切る。それがプロレスだ。これは浴びさげねえ。
わかるかい？レスラーと格闘家でなぜこうもタフネスに差が出るか。覚悟の量が違う。相手がどんな技を仕掛けてきても、俺たちは瞬時に覚悟を決める。そのダメージに負けないだけの覚悟をな。何が覚悟だよ。おっと、今のパンチダメージを狙ったわけじゃねえぜ。動けない。おお、キラリ、何をするつもりだ。ほんの10秒足らずだが、手足を麻痺させる裏技だ。俺はな、こうして最上段からのニードロップを決めてきたんだよ。恐るべし猪狩幹事、かつてこれほど典型的なプロレス技をこの地下トークで決めた男があったでしょうか。またも大技。おかわいいこと。ブルーンバッター、垂直落下式。やべえ、マジで決まっちまろう。よっしゃ。なんだ。まずいな。え、あれをやられるとプロレスラーはかなりまずい。グラップラーバキ。あれをやられるとプロレスラーはかなりまずい。バキクラスのファイターがその気になった時のスピードは人間の反射神経を凌駕するだろう。こうなると筋肉を硬直させる暇もない。つまり覚悟する瞬間さえ与えてもらえないわけだ。ってことはプロレスラーが耐久力を発揮する暇もない。早い早い、ここで一気にバキがブラッシュ。よっしゃ、まっとうな戦闘力ならやっぱりバキだぜ。確かにそうかもしれん。人間力となれば猪狩に勝るものなど果たしているかどうか。クズミ、やれ。よし、合図だ。バキのお母さんかよ。いや、違う。猪狩、起死回生のドロップキック。察しの通り、あれは明澤恵美じゃねえ。あの女、俺の愛人だよ。ありがとうございました。もう十分でしょう。ああ、そう。あんなんで本当に良かったの？俺の講演会の映画関係者にちょいと協力してもらってな。変装技術で生み出した偽の母親ってわけだ。お前に隙を作るためにな。万事固め、俺は決まった。目的のためには手段は選ばねえってやつは随分見てきたけどよ、これほどの野郎は初めてだぜ。プロレスには競技の性格上、見せかけだけの技も数多く。この万事固め、こいつは別物だぜ。たまんねえな、こりゃ。
ありがとう。え、猪狩さん、ありがとう。で、なんだ。まんじ固めが外れた。いや、外したのです。猪狩必殺のまんじ固めをいとも簡単に外してしまった。ハンマーバッレスラーってやつ、ああ見えてもよ、結構勝てんだよ体が。そりゃ素人とは比べられんだろうが、レスラーと格闘家じゃ柔軟運動に費やす時間に雲泥の差がある。特に打撃系格闘技になると、稽古前にはストレッチに30分以上時間を割くことだって珍しかね。ましてや馬騎レベルともなれやす柔軟性は、体操選手やヨガ行者が裸足で逃げ出そうってなもんだ。あのまんじ固めも所詮レスラーの関節を想定して考案された代物。馬騎の目からすりゃやっぱり見せかけの技ってことさ。猪狩さん、あなたに心から感謝したい。何？自分が誰で、何のためにこの世に生まれ落ちて、そして何をしなければいけないか。母の改めて思い出しました。俺とテヨッツで張り合おってるか。おいおいおい、俺は驚きだ。猪狩とプロレスで勝負するつもりなのか。あなた、アキシー、ガラ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 、くっ、猪狩さんとはぜひ本当のプロレスをしてみたい。バキヤ、まずは力比べか。ディエッキャ、コブラツイストだ。いや、これは違う。コブラツイストではありません。見て、今まで見たことのない技です。ハンマバキのプロレス技。どうだい、猪狩さん、新コブラの味は。こんな程度でよけりゃまだまだあるぜ。リビアフォーレックラック、一体なんだ。一本足四の字。プロレスだからね、お客も楽しませなきゃ。あの、すごい、この、いやここでまた、バキオリジナルのスペシャルホールド新万事。かっこいいよ、あの子、バキあのしょんべん、市内で叩かれ、蹴り転がされ、引っ張り起こされ。猪狩さん、そう、最初に覚えたのはこれだった。猪狩、まだ諦めない。やけに静かだ。デビュー戦の時と同じだ。なんだってここに来て。ヘッド、でもなんか綺麗。
いい気持ちだ。猪狩さん、今まで見せてくれた猪狩幹事の中で今のあんたが一番活かしてる。この技は幻の技、アントニオドライバーだ。